ドルーリー・シュエーリー、全国切符におって、中国高校総体1500メートルで決勝進出。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。陸上中国高校総体第1日、2023年6月16日、岡山式ライトスタジアム、女子1500メートル予選が行われ、 岡山県高校総体2冠のドルーリー・シュエーリ、シェーリ、津山高一年が4分36秒60で1組4着となり、決勝へと駒を進めた。序盤から前に出て、先頭でレースを展開。同日に決勝も行われることもあってか、スローペースで進む中、最後の直線までトップを維持する。残り20メートル程度で先頭を譲ったが、着順によって決勝に進んだ。 ドルーリーは今年1月15日の都道府県対抗女子駅伝で不関心記録を出し、17人抜きを演じて注目を集めた。この春、拡山中を卒業して津山校に入学。800メートルと1500メートルで美雅坂地区予選、岡山県大会を勝ち上がり、今回の中国高校総体に出場している。今大会の上位6人が7月22日に開幕する全国高校総体。 陸上は北海道に進出する。ドルーリー、中国高校総体で1500メートル決勝へ、予選4分36秒60で1組4着。中国高校総体陸上、16日、四季ライトスタジアム。今年1月の全国都道府県対抗女子駅伝で、17人抜きの区間新記録で注目を浴びたドルーリー・シュエリーシェリーリ、15、津山、が、1500メートル予選1組に出場。 スタートから先頭を争いながらレースを引っ張り、最後は流して同組4着、4分36秒60で午後の決勝に進出した。自己ベストは4分22秒60。中学時代から目標に掲げてきたのが、インターハイでの活躍。800メートルとの2種目に出場する今大会で6位以内に入れば、全国高校総体、8月2から6日、札幌の出場が決まる。 ドルーリー・シュエーリ、中国高校新で優勝、女子1500メートル、陸上、陸上女子のドルーリー・シュエーリ、シェリ、岡山津山高一年が16日、中国高校総体、岡山市シティライトスタジアムの1500メートルに出場し、従来の中国高校記録、4分17秒64、を上回る4分16秒76で優勝、7月22日開幕の全国高校総体、 札幌市、出場を決めた。午前中の予選を4分36秒60の第1組4着で通過したドルーリーは、決勝では序盤から3位につけ、残り1周で2位に浮上すると、ラスト200メートルで先頭に立ち、その差を一気に広げて逃げ切った。レース後は、入りの400メートルで良いペースに乗ることができ、レースの流れを作ることができました。体も軽く、調子も上がってきていました。 応援も力になりましたとのコメントを出した。ドルーリーは中学3年だった今年1月の都道府県大港女子駅伝3区、3キロで17人抜きの階層で、区間新記録の9分2秒をマークして注目を集め、今春、津山港に進学した。今大会は1500メートルのほか800メートル、18日決勝にもエントリーしている。